本項目では条約の無効について述べる。条約とは国家、または国際組織の間で締結される文書の形式による国際的合意であるが、その合意は自由意志による神聖な合意でなければならず、合意の内容も適法なものでなければならない。そのため動員に瑕疵がある場合や、合意内容が強行規範に反する場合には条約が無効とされることがある。 国際法委員会が条約法に関するウィーン条約の草案作成を行った際、条約の無効原因について国内司法上の原則を類推することが可能かどうかが検討された。国内法上、契約上の権利義務の法的効果が完全に発生するためには当事者の自由な意思表示の確保が求められ、昨後、詐欺、公序良俗違反による契約の一部、 または全部の無効が定められている。このような国内司法上の原則をそのまま無条件に類推することは困難であると考えられたが、結局1969年に採択された条約法条約では国内法上の分類に倣って条約の無効原因を定めた。条約法条約42条1項では、 条約の有効性は、同条約の適用によってのみ否認できることとされ、条約の無効原因を同条約に列挙される八つの場合に限定した。八つの無効原因のうち合意内容の違法を理由とする無効原因は、強行規範に違反する場合の無効を定めた53条のみであり、他は申請の同意の欠如を理由とする無効原因である。これら八つの無効原因は、 条約が締結された当初から無効とされるものと、当時国が無効原因として援用できるにとどまるものとに分けられ、無効性の程度に差異が設けられている。大河錯誤を主張したプレアビヘア人周辺の地図と、上空からの人員。一家の相対的無効原因は、当時国が無効原因として援用できるにとどまるものであり。 条約の根拠となる事実を了知した上で条約の有効性に対して同意を与えたり、黙認した場合には、無効を主張することができない。国内法違反、権限ゆえず、錯誤、詐欺、買収がこの相対的無効原因にあたる。国内法違反条約締結時になされる国家の同意の表明が、国内法違反であった場合の条約の効力について、かつて争いがあった。 国内法違反の同意の表明があった場合には、条約を無効とする立場によると、同意を表明する期間と手続きは、国内法に基づいているため、国内法に違反する同意の表明があったときは、条約は無効であるとした。これに対して、同意の表明が国内法違反であった場合にも条約が有効とする立場によると、国際法は、対外的に表明された国家の意思に関わるものであり、 同意の表明が国内法上の要件を満たしていないからといって国際法上の条約の効力には影響を及ぼさないとした。さらに両者の接中的な見解もあった。条約法条約は条約の円滑な締結と条約関係の安定性の確保のため違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に関わるものである場合を除いて 国内法違反の条約であっても原則的に有効と定めた。また違反が明白である場合とは通常の観光に従いかつ誠実に行動するいずれの国にとっても客観的に明らかであるような場合とされた。権限優越同意を表明する国家の代表者に与えられた権限に対して国家が制限を設けていた場合にその代表者が その制限に従わずに同意を表明した場合であってもそのような制限が設けられていたことがあらかじめ相手国に対して通知されていなかった場合には無効原因として延用することができないと条約法条約に定められた。批准、受諾承認を条件とする条約は代表者が署名や条約構成文書の交換を行った後に国家が その条約を拒否するか受け入れるかを選択することができるため代表者の権限優越による条約無効の規定は適用されない。錯誤錯誤による条約無効は条約法上約48条に定められた。条約の無効原因として錯誤が主張されることは稀で過去に主張されたのはほとんど領土の境界線に関する紛争における地図上の錯誤である。 例えばプレアビヘア人事件 ICJ 判決では地図上の国境線について大が錯誤を主張し ICJ は錯誤を主張する当事者が自らの行為によって錯誤の発生に寄与したかまたはこれを回避し得た場合あるいはその発生の可能性について事前に知ることができた状況にあった場合には錯誤の公弁は同意を無効とする要素とは認められないのでありこれは確立された 法規則である。との判断を示した。条約締結の時に存在していると考えられる。事実や事態に関する錯誤でなければ、無効を主張することはできず、その事実、または事態が条約に拘束されることについての不可欠な基礎を構成する場合にのみ錯誤による無効を主張することができる。詐欺条約法条約49条には詐欺による、 無効が規定されたが、詐欺による条約無効が主張された国際戦例は存在しないとされている。実際に詐欺にあたる事例があったとしても、詐欺による無効を主張する国は自らの不明を認めることとなるため、そのような場合であっても詐欺による条約の無効が主張されることはないとも指摘される。買収条約法上約50条に買収による 条約無効が規定されたのは途上国からの強い要望があったためと言われているが、買収を理由に条約の無効が主張されたことはなく、歴史上そうした紛争が生じたこともないと言われている。買収による無効については、通常の儀礼的接待との区別が困難であり、無効を主張する側にも腐敗があるとの指摘がある。米面命令保護領の地図、1939年に、 ナチスドイツがボヘミアとモラビアを保護用としたもの。絶対的無効原因にあたる場合には、当事者によって援用されるまでもなく条約は当初から無効とされる。国家の代表者に対する強制、国家そのものに対する強制、強行規範違反がこれにあたる。国家の代表者に対する強制条約法条約51条に定められた。 国家の代表者個人に対して行われた強制の結果、国家が条約に拘束されることに対して同意の表明を行った場合、その条約は無効とされる。強括や脅迫といった行為がこれにあたり、代表者本人だけでなく、代表者の家族に対して行われた強制もこれに含まれる。このような強制が行われた事例は稀であるが、1939年に、 チェコスロバキアの大統領と外務大臣が身体的な強制を受けた結果、ボヘミアとモラビアに対するドイツの保護条約に署名をさせられたという事例があった。この事例においては、プラハに対して爆破と破壊をするとの脅迫が行われたため、口実する国家そのものに対する強制の側面をも含むものと考えられている。このように代表者に対する強制と国家そのものに、 対する強制とは明確な区別が困難な場合があるが法的には両者は区別されるべきものという理由から区別されて条約法条約に規定された国家そのものに対する強制戦争を集結されるために締結される講和条約の効力を確保するためかつては国家そのものに対する強制の結果締結された条約は有効とされてきた しかしこのような手法は戦争が合法なものと考えられていた時代に確立したものであり国連憲章2条4項により武力の行使、武力による威嚇が一般的に禁止されたことを踏まえて条約法条約52条は国家に対する強制の結果締結された条約は無効と定めたただし第二次世界大戦後日本が 連合国と締結したポツダム宣言は日本に対する強制の結果締結されたものであったが、条約法条約75条により、連合国が敵国と戦争終結のため締結した条約については国家に対する強制の結果、締結された条約であっても例外的に有効とされており、これによりポツダム宣言は有効とされている。強行規範違反強行規範とは、 国際法上いかなる逸脱も許されない規範と定義されるが、条約法条約53条は締結の時に、強行規範に反する条約は無効と定めた。強行規範はかつて学説上の主張に留まるものであったが、条約法条約は実定法として強行規範の存在を認めたものである。しかし、国連憲章に反する武力行使、ジェノサイド、海賊行為、 奴隷売買といった行為が強行規範違反に該当することについてはほぼ異論はないところであるが具体的に何が強行規範に当たるのかについて条約法条約には明確に定められていない。ありがとうございます。